大正大のり光弘は、長野県北作郡軽井沢町出身の元、大相撲力士。本名は、石田サム、春日山部屋所属。最高位は、西前頭筆頭。現役時代の体格は、身長185センチメートル、体重116キログラム。特異種は、左四つ、より、外掛け。引退後は、春日山部屋を経営して、後進の指導に尽くした。 1941年1月場所、春日山部屋から初土俵を踏む。藤川の四込名で昇進していったが、親方が1946年限りで部屋を閉じ、幕下だった。彼は、立浪部屋に預けられることになった。1949年1月場所、新州の四込名で十両昇進。すぐに、大のボルト改め、1951年1月場所に、新入幕を果たした。 入幕2場所目の1951年5月場所は12勝3敗の高成績で生涯唯一の三勝となる関東賞を受賞した。その頃は長身を利してのよりが得意で三役を期待する声もあったが、その後膝を痛めてからは幕内中堅力士として終始してしまった。それでも1955年1月場所初日、 新横綱の土地二式を小手投げで破る主君の星を挙げ、この場所前頭5枚目で、土地二式戦の主君の星を含み、最終的に10勝5敗の好成績を挙げたが3、役から平幕への陥落者が少なく、不運にも3役にはわずかに届かず4枚番付を挙げただけの西前頭筆頭が最高位となり、結局3役には届かなかった。逆に前場所、 同地位で8勝7敗ながら、翌場所、小結びに昇進した、旧金とは、番付の運、不運と言え対象的である。1955年、大関な鎧和が引退して、春日山部屋を再興すると、移籍して春日山部屋所属となった。1957年1月場所限りで、引退してからは、押塩川をはじめとしていくつもの名跡を借か株で、しのぎながら過ごし、 1971年1月場所後、名寄川の死去に伴い春日山部屋を継承し、やっと安定して、後進の指導に力を尽くした。1982年から理事を4年間務め、1986年から幹事を4年間務めた。育てた幕内力士は、春日富士一人であったが、定年直前の1990年7月場所で、春日富士が、 関東省を受賞して、面目を保つことができた。定年とともに、力士たちを、自分の命の向こうにあたる朝日富士が継承することとなる。安治川部屋に預け、春日山部屋は一旦消滅したが、後に、自分の弟子である春日富士によって再興された。なお、春日さんの名跡は、自身が、年寄り名跡取得に苦労したこともあり、ほぼ無償に近い最低限の金額で、 春日富士に譲渡したと言われている2009年3月1日20時16分急性肺炎のために都内の病院で死去した83歳ありがとうございます。